先日バックトゥーザフューチャーでブラウン博士を演じているクリストファー・ロイドは来日いたしました。さあ今夜のゴールデン洋画劇場、あのマイケル・ J・ フォックスを世界的なスターに押し上げたバックトゥーザフューチャー、時間を延長してたっぷりお楽しみいただきます。ブラウン博士の作ったタイムマシンに乗ってタイムトリップした先は30年前の1955年、そこで会ったのがなんとまだ高校生のパパとママ。この二人がうまく結ばれないと自分は生まれない。その上過去から現在に戻る時間は刻々と迫ってくる。さあ大変。まあこの映画青春コメディなんですが、見ている人の世代や興味の持ち方によっていろんな面白さが味わえるというバックトゥーザフューチャー、どうぞご期待ください。急いでください、タイムマシンに乗り遅れますよ。未来で僕たちどうしたのさ、点でダメになっちゃったわけ。いやいやいや、マーティン、君たちはうまくいっとるんだが、子供たちが問題なんだ。あれをどうにかせにゃならん。もっとバックしてよ、140まで上げるだけの道がないんだから。道？未来には道なんていらんのさ。道なんぞ。いかがでした。まあ過去や未来一度は行ってみたいという夢誰でも持っておりますね。今夜の映画はその夢を十二分に叶えてくれたのではないでしょうか。そしてこの映画、時代をつなぐポイントに音楽をポンと据えているところ、これ若い人にもよくわかりますよね。よくできた映画だと感心いたしました。そして子供を救いに未来へ旅立つ主人公、このパート2が大ヒットしたのもよくわかる気がいたします。そして今日から劇場公開されている話題の映画、未来ならぬ病院へ行こうです。あなたも突然行くかもしれない病院、入院したベッドの隣はなんと自分の妻の浮気の相手、その上担当の医者は注射が苦手の研修医。木村家の人々の滝田洋次郎監督と脚本の一色信之のコンビで送る病院へ行こう。どこの、なんて病院。大丈夫ですよ。さてこの春のゴールデン洋画劇場も魅力的なラインナップです。大作話題作が続々登場いたします。どうぞお楽しみに。エディ・マーフィーの大ヒット作、あのビバリーヒルズコップがスケールアップして帰ってきた。事件を追って走るアクション、打ち出すギャグ。軽快なフットワークに磨きをかけて巨大な武器密売組織に立ち向かう。事件を超えて笑わせるエディ・マーフィーのビバリーヒルズコップ2。
カルチャーショックコメディ、クロコダイルダンディ。オーストラリアのジャングルからワニより強い野生の男がなんとニューヨークにやってきた。ジャングルはジャングルでもコンクリートジャングルだから、いや何か勝手が違う。まずはともあれ素朴な笑いを前編に振りまくクロコダイルダンディ。1969年5月、ベトナムでは若者たちが熾烈な戦いを続けていた。ハンバーガーヒルと呼ばれたアシャウバレーの高台、そこは地獄の戦場だった。この丘は俺たちをミンチにしようとしている。ハンバーガーヒル。宇宙の彼方よりやってきた新しいヒーロー、その名はハワード。そして彼はアヒル。愛する人を助けるために、地球を救うために、アヒルのハワードが繰り広げる信じられない大冒険。ジョージ・ルーカスが送る SFX アドベンチャー、ハワード・ザ・ダック。バカ野郎2、幸せになりたい。味違った怒りをまたまた爆発させた話題作第2弾。セットテープよりすごい L カセットというの。現代人のストレスを描くオムニバスコメディ。バカ野郎。なんだっけ、どうして年を取るの。バカ野郎2、幸せになりたい。